こんにちは、まみです。今回は免疫力を下げないためにというテーマで栄養のお話をしたいと思います。新型コロナウイルスが蔓延していく中で、このチャンネルでも何かできることはないかなって考えた時に、私の本業である管理栄養士の視点から情報提供ができれば何かお役に立てるのではないかなと思って動画を撮影しています。自転車のチャンネルですので、興味のある方だけご覧いただければ嬉しいです。ただ、免疫力のお話になるので、自転車に乗る乗らないに限らず、参考にしていただける内容もあると思います。日頃ご覧いただいている皆様に少しでも有益な情報がお伝えできればと思います。よろしくお願いします。はい、でまず、今回お話しする内容は日本栄養士会が表明していることをもとにしています。国際的な情報提供も受けて表明がされています。ぜひホームページの方もご覧になってください。で、まあ、その中から私がここはポイントかなと思ったところについて、大まかにまとめてお話ししたいと思っております。はい、まず一つ目が免疫力を下げないための栄養の摂り方についてです。まず第一に、必要なエネルギーになっているか、まあエネルギー、カロリーですね、必要なカロリーが一日の中でしっかりと摂れているかどうかっていうことがまずポイントになります。で、実は少ないのはもちろんダメなイメージがあると思うんですけど、多すぎるのも良くないです。で、このエネルギー量に関しては、本当にその方の体のサイズとか、持っているご病気があったりとか、その時の、活動の状態とかによって変わってくるもので、非常に個人差のある内容なので、具体的な数値っていうのは出せないんですけれども、体格でいうと BMI が 18.5 未満の方、もしくは25以上の方に関しては、痩せたり痩せすぎだったり肥満だったりっていうところに一応分類はされてくるので、そういった方の場合、特にエネルギーが少なすぎたり多すぎたりっていうことになっている傾向があると思います。一度ご自分のお体の具合を計算してみてほしいと思います。そういった方の場合、感染のリスクが高くなるとも言われているので、注意してみてください。では、その必要なエネルギー量のうち、どんな栄養を摂ったらいいのかっていうことについてお話ししていきます。一応、前に出した動画で、一食の目安の量っていうのを少しだけ説明しているものがあるので、よかったらそちらを参考にしてみてください。で、今回は具体的な栄養素についてお話ししたいと思います。特に重要な栄養素として挙げられるのは、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、乳酸菌ですね。まあ、ここは最低限取ってほしいかなと思います。まずタンパク質は体を作る元になる栄養素です。で、栄養状態っていうのを表すのも、実は血液検査とかで見ているのは、そのタンパク質の一部のものを指標にして栄養状態を確認しています。で、まあ、高齢になってくると、例えば筋肉量が少なくなってしまっている状態が多いので、まあ、そうなるとタンパク質の蓄えっていうのが非常に少ない状態になります。栄養の貯金が少ない状態ですね。で、その状態で肺炎とかになってしまうと、食事が十分に取れない状態になることが多いので、
だんだんとその貯金が削られていくわけですね。なので、高齢の方に関しては重症化しやすいと言われています。なので、まあ、高齢の方に関してもそうですけど、日頃からタンパク質っていうのはきちんと目安になる量を取っていただければと思います。ただしタンパク質も体に貯金できる量っていうのは決まっているので、取れば取るほどいいというわけではありません。むしろ取りすぎも良くない状態になります。取りすぎた栄養っていうのは脂肪として蓄えられてしまうので、まあ、そこから脂質異常症だったり、心疾患だったり脳血管疾患だったり、あと肝臓とか腎臓とかの疾患に発展してくる可能性も高くなります。この場合ですね、基礎疾患のある方も非常に重症化しやすいと言われているので、本当に溜め込みすぎるっていうのも良くないですね。やっぱり一食あたりの目安量っていうのを意識して取っていただきたい栄養素になります。次、ビタミンですね。こちらは食べたものを栄養として必要なところに届けるっていう役割があります。先ほどお伝えしたタンパク質もせっかく筋肉にしようと思って食べているのに、ビタミンがないと届かないんですね。で、結局届かない分っていうのは脂肪として蓄えられてしまったりもするので、タンパク質を取ったらその分変えるためのビタミンをセットで取るようにしましょう。ミネラルについても細胞の働きをスムーズにしてくれますし、免疫細胞を活性化するために役立っています。次に、食物繊維と乳酸菌は腸内環境を整える働きがあります。実は免疫細胞の7割程度、ほとんどは、腸にあると言われているんですね。まあ、体の中で一番免疫に関係しているのが腸っていうことですね。で、その腸内細菌のうち善玉菌って呼ばれるものがウイルスと戦ってくれるものになります。で、まあ、乳酸菌がその善玉菌を増やしたりとか強くしてくれたりとかっていう働きがありますし、食物繊維はもともと持ってる善玉菌を強くしてくれたりっていう作用があるので、食物繊維と乳酸菌の組み合わせで摂ることによって腸内環境が整っていきます。で、ちょっと話一瞬それるんですけど、便秘の方とかの場合だったら食物繊維と乳酸菌に加えて水分もしっかり補給することによって便通が良くなる効果もあります。なのでいつも私がお伝えしているのは、便秘の方に関してはその3つを揃えて食べましょうというふうに言っています。ちなみにタンパク質とか脂肪を摂りすぎた場合、善玉菌じゃなくて悪玉菌の方が増えてしまうと言われています。そうすると腸の動きが悪くなって腸内細菌が活躍できない状態になってしまいます。やっぱり食べ過ぎっていうのは良くないので、一食の量を注意してほしいです。続いて、まあ、水分補給もとても大事なんですけれども、高熱の時にはいつもよりも必要量が増えていきます。何もしてなくても人間の体は毎日だいたい1リットルぐらいの水が蒸発していくと言われています。で、これも体のサイズによるので個人差がある内容なんですけど、まあ、一般的にはだいたい 1.5 リットルから2リットルぐらいが水分補給に適した量かなと言われています。っていうのは、まあ、汗とかその蒸発していく量に加えて尿とか便からも水分が出ていってしまうので、その分は入れましょうと、出ていった分をしっかり入れようっていう意味でそのくらいになります。ただ
熱が出たらその分蒸発していく量も増えてしまうので、まあだいたいコップ1杯分ぐらい、それ以上になることもあると思うんですけれども、そのぐらいっていうのは常日頃の水分補給量プラスアルファで摂る必要があります。ただし水分についてはご病気とかで水分制限がある場合もあるので、そういった方は必ずそちらの方に従ってください。で、病状の問題で、食事が十分に摂れないっていうこともありえると思うんですけど、そうでない場合に関しては水分補給は基本的に水とかお茶とかで十分です。食事が十分に摂れない状態になってきた場合に関してはスポーツドリンクなどもエネルギーとかも一緒に摂れるので有効かと思います。で、摂り方としては一度にまとめて例えばその 1.5 リットル飲んでしまうとかではなくって、こまめにコップ1杯ずつを時間分けて間隔空けて飲むっていうことがポイントになります。目安としては朝起きた時、お食事する時で、食事と食事の間で、トイレに行って出して帰ってきたら入れる、出したら飲む、あとは寝る前とかですかね。うまく自分の中でルーティンを作って飲むようにしていきましょう。それから、アルコールだったりとか、コーヒーもそうなんですけど、利尿作用の強い飲み物もあります。で、基本的には水お茶でしっかり補給して、で適量ですねを、コーヒーだったりお酒を飲むっていうのはいいと思うんですけど、そればっかりとか大量に飲むっていうことに関してはおすすめしません。というか脱水になってしまうので控えては欲しいものになります。体調が悪い時はむしろ飲まないと思うんですけど、日頃から気をつけるという意味でぜひ覚えておいてほしいです。はい、では続いて買い物の時のポイントについてです。買い物も一応外出になってしまってなるべく控えたいことだとは思うんですけれども、普段通りの量で食品が傷まない程度に保存ができる量を購入するようにしましょう。必要以上に買いだめをして食品が傷んでしまって、でそれを食べて体の調子が悪くなるっていうのは本末転倒かなと思うので、そうならないために長期保存の可能なお野菜、玉ねぎ、人参、芋類とかですねだったり、冷凍のお野菜もあります。で、あとは缶詰とか、インスタントのものの他にもそういった野菜とかでも長期に保存できるものもあるので、うまく買い物の時に選んでみてください。買い物に行ったら傷みやすいものっていうのを優先的に使うようにして、長期保存できるものは保存うまく保存してっていうことで有効に活用してみてください。お家にいる時間が長い方もいらっしゃると思うので、この機会に冷蔵庫だったりとか食品を保存しているスペースを整理して、食品のストックができるようにしてみてはいかがでしょうか。続いて衛生管理に気をつけましょうという内容です。今のところですね、新型コロナウイルスが食品を介して感染するっていうことはないと言われています。ただ不衛生な状態で調理をしたり食事をしたりっていうことによって別の細菌とかウイルスで体調が悪くなることもあるかと思います。今はなるべく医療機関とかにはかかりたくない状態だと思うので、そうならないように衛生管理には気をつけてほしい。で、手洗うときに
結構こう表面は洗えてると思うんですけど、意外とこの手の甲の部分だったりとか指の間で親指ですね、ここまでこうして洗う人って少ないと思うんですよ。でそれから手首ですね、まあ、このあたりも作業するときには触れる部分になってくるので、きちんと表面だけじゃなくって間とかこうやってみたり、あと指先こうやってみたり、ここもこうやってぜひやって、ここも洗えるようにこの機会に覚えてみてほしいと思います。あとは手洗いの長さですね、まあ、よく言われている30秒しっかり手洗いする、しっかり石鹸つけて10秒から15秒ぐらいもみ洗いして、でその後15秒ぐらい、流水で流すっていうこと、これだけで結構細菌数が減ります。あとは2回洗うこともすごく効果的だと言われています。まあ、ちょっとそこまで時間かけてられない時とかだったら1回洗いでさーって済ますよりはそれをもう1回するだけでも全然違いますので、ぜひ試してみてください。はい、ということでここまで大まかにポイントを絞ってお話ししてきたんですけれども、本来はもう少し一つ一つ掘り下げてお話ししないと伝わりにくい部分とかもあると思います。で個人差のある内容だったりもするので、ここで皆さんに共通する内容としてお伝えできるのはこの程度かなと思うので、消化不良の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、良いと思ったことがあったらぜひ取り入れてみてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。